今回は患者さんからね、時々聞く膝がね、ずれた、またね、膝が抜けたというようなね、表現の正体ということについて触れたいと思います。運動器疾患をよくね、取り扱う施設で働いているセラピストであれば、膝関節の疾患、これね、多く見ると思います。その中で患者さんが、ね、膝が、ね、ずれた感じがしたとか、あとはね、抜けたというような、表現、場合によってはなんか脱臼したような気がしたというような表現をすることが、多くはないかもしれませんが、そこそこね、あるんではないかなと思います。で、今回はね、その正体として、それが何なのかということね、これを触れたいと思います。患者さんから、膝がね、ずれたとか抜けた、または脱臼した感じがしたなんてね、表現があると、よくわからなかったり、またね、重篤なものなのかなと思ったりすることもあるかもしれません。それと、一見訴えだけでは、例えば半月板を損傷している、また靭帯が切れているといったことを想像する医療者も多いんではないかなと思います。実際にね、本当にね、半月板が損傷するとかね、靭帯がね、ずれたしても、こういう訴えがありますので、そういうこともあるかもしれませんが、実はそういう、触ってみると、そういう大きな、損傷がないにもかかわらず、そういう表現をされることがあるわけですね。しかし、このずれた、抜けたといった、症状を訴える人でも、仮説検証を繰り返す中で、その場でそれがなくなってしまうということ、これはね、意外とあるんです。そして、私が、そういう患者さんが訴えた場合ね、なのにもかかわらず、例えば、その大きな組織の損傷がないにもかかわらず、そういった訴えがある場合、私はね、頭の中でどういうことを想像するかというと、何か引っかかっている病態があるなと想像するんです。そして、引っかかってたものがあって、パチンと、それがズレがね、乗り越えたり、パチンと剥がれたりした時に、そう患者が感じるんではないかとね、私はね、今までの臨床経験で感じているわけですね。で、実際に、第三水準の評価で、その引っかかってる組織、これだなと分かって、それを滑らせるようにすると、その感じがなくなりましたと、第三水準の評価まで至ることが、よくあるわけですね。つまり、この、このズレ抜け、という訴えも、滑走障害、何かが引っかかって乗り越えたという病態があるという、そういうね、頭がね、イメージができてくると、見え方が変わってくるということが言えます。この骨模型を見てください。例えばですよ、例えばお皿の上の組織、これは膝の屈伸に伴ってどうやって動くかというと、これ見てください。こんなに長い距離移動するわけです。で、内外側、これも全て、例えば組織が、軟部組織が覆ってますよね。関節包もあれば靭帯もありますけど、例えばここに見えている靭帯だけ考えても、膝が曲がるとどうやって動くかというと、曲がるにつれて靭帯がこんなに大腿骨に対して後方に移動するわけです。信じられないほど移動しますよね。こうやって膝というのは移動しているわけでございます。実はこういったことというのは、膝に限ったことではないんですが、特にね、膝の場合、こうやって体重をかけて曲げ伸ばしをすることが多いので、結構ね、膝の抜けた、ずれた、脱臼した感じがしたという表現というのは、あるというのは、それがあるんではないかなと思います。この関節の周りというのは、このどの関節でも基本的にこの周りに必ず軟部組織がたくさんあって、そして関節の動きと伴って相当な距離を移動するということ、これはね、イメージすることが大事です。そして、そこに引っかかりがあると、乗り越える時に患者さんがなんかずれた感じがしたとか、そういう表現をすることはよくあるので、今回のね、ことを参考に患者が見ていくと、見え方が変わるんではないかなと思いますよ。今回のブログはここまでになります。